私ゼリー食べてないです。つばゆうすけさん、ゆきかぜさん、ももさん、中野さん、きょうしーさん、ゆきさん、スカパラダさん、ありがとう。マイファーザーが誕生日なのでケーキ買いました。いいね、コングラチュレーションズさん、ありがとう。ビルマさん、ひらたくさん、ありがとう。そう、今日初めてあの蒙古タンメン食べた。美味しかった、めっちゃ美味しかった。超なんか辛かったけど美味しかった。そう、カップラーメンなんですよ。きょうちゃんさん、ハモンさん、ありがとう。ナーナーさん、ありがとう。ヨネさん、ありがとう。シエヌさん、ありがとう。北極じゃないやつ、辛いエキス多分入れてないと思う。いや、カップ麺食べました。ビルマさん、ナオさん、天使のぬぐさん、ありがとう。そう、ユミリン、汗がすごいかいてた。ちょっと早めに終わります。明日めっちゃ朝早いんですよ。の方が辛い。もしや、いつか食べたいな。そう、明日やばいの。なんか今すごく芸能人って感じのスケジュールって感じ。自分がなんか明日起きれるかも不安だし、うん、明日配信もできんかもしれん。それはできるかもしれん。朝はせんかもしれん。なるみさん、ともやさん、ありがとう。うん。今日花ちゃんと写真撮ってて叫んだ。そう、あれ実はちょっと前の写真なんですよ。ずっと載せてなかったんですけど、そう、昨日載せて。雪風さん、クマありがとう。クマ Thank you。 今日もポールデノンさん、ありがとう。今日もおはようって、あのこう私が座ってたら言いに来てくださったんですよ。そう、あなちゃんさん、しかもちょっと話した、ちゃんと角でしてる。成人式一緒ですねとか、誕生日ちょうど1ヶ月違いなんですよとか、松岡花さんが1月19日生まれなんですよ。私2月19日生まれでぴったり1ヶ月。坪井祐介さん、ゆじ太郎さん、ダダダダムドさん、ありがとう。そうっていう話をしたりしました。浜団子さん、ありがとう。今日から未知のメルトレジメント、おう、Thank you。 タイガーさん、ありがとう。うん、ユモスの焼肉美味しかったよ。未知のが年上かとね。それな、僕は橋関斎藤飛鳥さん、広瀬すずさんと同い年。すごい世代って言われてた世代だ、それ。黄金世代。今日は一人です。うん、こんばんは。
もうだから振り袖とかとかいろんな話した、ちょっと2でしょう。振り袖決めてない、何色にするか。すごい音がする。でもなんかあれ、ショートにもしかしたらできるかも、わからんけど。まだちょっと待って、すごい音がする。なんで、収まった。新大阪駅まで向かいに、まさあきさん、ジョセフさん、山形県酒田市の住民さん、ありがとう。わんぱく公園の太陽の塔、久々見たいな。うん、松岡花さん。でも松岡花さんがたまになんか似てるねって言われたことあるのって言ってくださって。そうさん、ダダダダムのさん、中友さん、M健さん、ありがとう。で、そうなんですかって言って、そう、先に寝ます。はあ、ゲリラですか。一応9分前に寝たんですけど、はあ、9分だからね。ルイージマンションってタワーマンションみたいな感じですか。私ルイージマンションしたことない。アノさん、クマありがとう。アノちゃん、みちゅミルキーで検索したら似てるっていっぱい出てきます。本当ですか、嬉しい、とても嬉しい。早起き頑張ろうね。やばい、 NMB の初恋至上主義。初恋からずっと君のことが好きだ。似てるし、に似てる。ほんと早起きって何時くらい。5時起きかな。今日も5時起き、明日も5時起き。待ってます、待ってますじゃないわ、寝ますよ。もうほんまに早い。クッシーさん、ありがとうね。毎日5時起き、本当に。でも初恋至上主義からのアクティングタッチのあのミュージックビデオは最高ですね。いやあれ最高。
最高だなと思った。え、アリちゃんとホノタンが対決するの？歌唱力本当に？あのさん、ダダダダムのさん、ありがとう。今日ふわふわの雰囲気漂ってる。そう？そんな辛いことあります？抽選なのか。チョルルンさん、ありがとう。誕生日の方いた。目の下気になる？目の下？そう、明日がやだね。来てほしくない。実感はある。全くでもないけど、でもあるかないかって言われたらないですね。髪の毛染めないの？うん、染めない。トロちゃん女優になるって。大地さん、雪風さん、坪井祐介さん、ありがとうございます。私も48グループを卒業するとなったら、きっぱり去るか女優になりたいので、もしそれで私もその女優の道を目指すとしたら、トロにまた会えるね。定年退職アイドル新しい。どのくらいいたらなんか言われたりするんだろう。そう、お風呂上がった。もうお風呂も入って、明日朝早いから。卒業してまたお仕事で一緒になれるのが理想的。それな。うん。お、イルハンさん。よいしょ。果てまで泳いでくやらせ。イルハンさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。イルハンさん、ありがとうございます。めっちゃ目キラキラする。ここすごい。おめでとう。寝なくて大丈夫？うん、大丈夫じゃない。寝る
練ります。私は練りをします。それではお誕生日おめでとう。それでは誕生を読んでいきたいと思います。13位ライザンさん、12位ソウさん、11位カラフルメリ22さん、11位あれ13位ライザンさん、12位ソウさん、11位カラフルメリ22さん、10位ユキさん、9位リョウスケさん、8位ヒラタクさん、7位ホタテサマーさん、6位中友さん、5位アノさん、4位坪井祐介さん、3位雪風さん、2位ダダダダムノさん、そして1位はドルルルルルルンジャン、アーモズさん、ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はドルルルルルルンジャン、コモチン、北海道全地で ST 初現場さん、を初を、あやさん、あやさんお誕生日おめでとう。よいしょ、おやさん、おめでとうございます。なんかプリクラみたいな目してる。そんなこともない。それでは明日とても朝が早いので、ほらもう終わりたいと思います。ツイートするね。プロの出力に出ますよ明日。最高の公演にするぜ。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイチラポ、休み中、また明日。またね、ありがとうございました。バイバーイ。